さて、どん。お、なんだこれは。うん、なんだこれは。いいのか。はい、始まりました。唐突に始めてみました。さてさて、さてさてさて、一日が早い。一日が経つのが早い。そんな中で、本日日付がもう回ってました。12時回って11月7日早い。炊飯イエーイ、炊飯いた。なんか炊飯久しぶりに会う気がする。会ってないけど。あ、抹茶ミルクさんお晩でした。待ってました。とんでもないです。本当に待っててくれたんだ。ダークフレイムさんありがとうございます。突然始めたのにすいません。ともさんもこんばんはです。秋葉しおりもいた。秋葉しおりが夜更かし中ですね。夜更かし、絶賛夜更かし中ですね。はい、ね、あのようやく本日も一息つけたところで配信オーバーオーバーオーバーやってみたいと思います。で、ね、川崎大会をね、昨日か昨日思いっきり振り返ったので、ね、あの次に向かって動き出すわけなんですが、こんばんは香里さん、お疲れ様です。ダークフレームさんありがとうございます。おはようおはようございます。そうです、あ、そうですね、今日アメリカ大統領選挙ですもんね。もうあのね、トランプ大統領復活っていうね感じでした。やっぱね、アメリカはね大盛り上がりなんですよね。すごい大統領選挙ね、あ、すごいなかなかな早文字ですね、顔文字秋葉しおり絶賛腹減り坊主のお世話中で、あ、食べさせてあげてください。ちゃんと食べさせてあげて。すごい、この時間ね、この時間はね、お腹空く時間、この時間食べたい。あ、トランプ、ダークフレームさんはね、トランプにお怒りでございます。トランプ大統領、やっぱアメリカ大統領選挙すごいね、規模がやっぱり違うなっていうぐらいのあれでしたね。なんかね、まあいろいろ情勢が変わってくるんでしょうが、ね、あのとりあえずなんかね、ペソが暴落っていうニュースだけ見かけました、今のところね。ペソが暴落、これはもうね、ペソが暴落ということ。まあでも円は今まだ円安のままだもんね。だからまだね、まだ来年レランパが起これるかもしれない。でもね、どのように影響してくるかが気になるところです。ペソが下がる、ペソ、あ、炊飯さすが面白い雑な開始です、すいません、ちょっと雑な開始になってしまいましたあ、今池俊太さんこんばんはです。皆さんありがとうございます。そう、昨日川崎大会をまあ昨日は振り返ってみましたが、あとはあれですね、ね、健介の欠場が、正式にリリースをされまして、健介もね、X、旧ツイッターの方でね、健介がちゃんと、ね、次復帰するときはね、もっとね、パワフルになって帰ってくるぞ的なことをね、ちゃんとやってるので、うん、その気持ちがあればね、まあ、復帰戦までね、復帰まであっという間だよっていう感じですね。うん、まあ今はね、焦ったところでなんですが、早くね復帰できるように戻ってくればいいかなと思っております。さあ、そして、私みたいなダメ人間は雑でもいいんですよそんなこと言わないで、炊飯。はあ、浜田さん、おいしい水かと思ったら、おいしい水だったカテゴリーから来ました。こんばんは、初見です。浜田さん、こんばんはです。何なんだこの御堂は。この御堂の動画がね、もう
なんで YouTube ショート用と2種類送ってきてるんだよって、もうね、もう本当もうね、勘弁してくれよってあれですね。で、気になるのはこのミドウが着てる T シャツはミドウの T シャツなのか、ダイナミドウ T シャツなのかどうかというのが非常に気になる T シャツなんですよね。ね、まあね、炊飯知ってますか、この T シャツ。まあそんなことどうでもいいんですけどね。ね、そんな感じでして、ちょっとね、シークレットベースの次回大会が、いよいよ関西 2days なんですが、ね、大会まで2週間切りまして、対戦カードをね、そろそろ発表できるかなと思っている今日この頃なんですが、もちろんこういう言い方をしているということはまだね、決まっていないところでございます。あ、全然決まってないからね、全然決まってないんです。ね、ちょっとね、ちょっとね、対戦カードをお待ちいただくことになるかもしれないですね。情報、あ、相川ちゃん、あ、全然対戦カードはね出ないですよね。いろいろね、マット界いろいろありますんで、今対戦カードを出せるのか出せないのかっていう状況でございますね。なので、対戦カードをお待ちいただければと思います。はい、ね、とりあえずは、11月17日の大阪沖縄会館大会には正宗選手の参戦が、決定ということが、現時点では最新情報でございます。11月17日大阪沖縄会館大会、こちら大会チケット絶賛発売中でございます。絶賛発売中でございますので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。もちろん、その前日11月16日神戸リングソウル大会、こちらもね、プロレスリングシークレットベース、今年3回目の開催となります。神戸リングソウル大会もね、なんとまだまだチケット販売中です。まだまだお席がご用意できる状況でございますので、ぜひとも皆様ね、椅子に座ってください。ぜひ椅子に座ってください。神戸リングソウル大会、ちょっとね、なかなかやはりね、コンスタントに関西にね行けてないのがなかなか難しいな。最近関西には行けてるのは行けてるんだけれどね、スケジュール的に試合してすぐ戻ってっていうのが多かったなと思って、ちょっとね、以前のようにね、行くたんびに2、3日こう大阪で関西でいろいろ動きたいなっていうところですよね。なんかね、自分の中で精一杯動いてね、ね、精一杯動いてるならまだね、あれですけれど、なんかな、まあまだあと開催までね、1週間ちょっとありますので、どうにかね、まあ対戦カードも発表できるようになったら発表したいし、まだ決まってないけどどうなることやらですがね。まあただね、シークレットベースはね、今年3回目初めて大阪大会年に3回目の開催だということでね、ね、どうにか乗り越えることを乗り越えたいなと思うんですがね、なかなか厳しい興行ラッシュな中、なかなか厳しい感じではございます。あ、通知が来ましたよ。で、遅れてる横さん、こんばんはです。ありがとうございます。あ、神奈月さん、こんばんはです。岩井家俊太さん、立ち見します。立ち見、ね、ちょっと変換間違えちゃったかなって感じですけどね。まあね、全然ご自由なのでね、どんな立ち見の仕方かはもうね、お任せなのでね、楽しんで見ていただければと思います。お待ちしております。よろしくお願いいたします。
全くレイムさん、今すぐ日本に移住できればいいのにと思っています。なんと日本語もっと勉強する必要ありますか。プロレスをたくさん見る。うわー、すごい。ダークフレームさん、ありがたいですね。ねえ、でも嬉しい、嬉しいですね、こう言ってくれる方がいるのは。ね、日本の、日本でプロレスが好きで移住したいなんて言ってくれる方がいらっしゃるのはね、嬉しい感じです。でも自分がね、プロレスラーになりたいな、まあ体が小さいからメキシコだなって、ルチャリブレだみたいに思ってた時ね、海外で活動するのがね、海外武者修行という言葉があるようにね、海外に行くのがステータスではあったんですが、やっぱりね、今も海外遠征って言うじゃないですか。だからね、海外で試合したいっていうのがあったんですが、強いんですが、自分がメキシコでデビューして、登竜門ジャパンができてね、軽量級っていう選手がね、昔はヘビー級、ジュニアヘビー級しかなかったけれど、軽量級っていう言葉がね、言葉で言われるようになった頃から、結構海外の選手がね、日本で試合をしたいんだっていう人がすごい増えたのかなって思いますね。何年、2000シークレットベース旗揚げ前だから2008年ぐらいかな、エルドラドの時にフィラデルフィアに行った時にね、あの時のそうそうたるメンバーですよ。いろいろ誰だっけな、デリリアスとかいたな、あと何かな、もっともっと日本でも活動してた選手いるんですけど、挨拶して、挨拶してやっぱりね、一番最初に行ってきたのは、この間日本に行ってきたんだって言って、日本でね試合してきたんだって嬉しそうに言ってね、言うのがその最初の挨拶だったりするんでね、まあ日本で試合をしてきたんだっていう人たちが多いのかなと。でそこから今もそうなんですけど、海外の選手からのね、売り込みとかもやっぱりシークレットベースに来るんですけれども、若い選手が日本で試合をしたいって、ねどこにも、どこもかしこにもね、送ってるんだろうなと思ったら、あのシークレットベースは登竜門の系譜でみたいな感じで、ちゃんとそういうのをね書いて送ってくる選手とかもいるんでね、まあいろいろやっぱりビザのね都合なんかもありまして、ねタイミングもありまして、ね実現できてないんですけども、環境がねあればぜひね、そういう選手たちがね日本で活動できればいいのになぁなんて思ってます。ね、今多いし、ね、今も実際アレブリヘ、来日してますし、この間はレランパゴ来てたし、ね、で12月1日シークレットベースだと12月1日に、文武大会に出るレオ・クリスティアーニ・デイモス・ヘイトブリードって、じゃあね、カグラーさんのツイートを見る限り来日したのかな、来週するのかな、もうそろそろ来日するらしいので、ね、やっぱそういう選手が多いのでね、いろいろ日本のマット界、インディーシーンもねどんどん盛り上がってくると思います。だからこそこの日しか見れない、いつ次見れるかわからないっていうね、対戦カードで挑んでいってますので、ぜひ皆さんね、ご都合よろしければ会場にぜひ足を運んでいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。チャンさん、海外武者修行、日本に残る方がレベル高いような、いや今はだからなんかそんな感じですよ。海外の選手が日本のマット界、日本で試合したいんだって、で日本帰りは出世するみたいなね、なんか記事になってたりするじゃないですか、外国人選手。いやだからやっぱりそれだけね、日本のプロレスって独自の進化を遂げていると思いますし、ね、なんか日本での経験がアメリカにもね絶対プラスになると思うんですよね。でそれがアメリカ海外の経験が日本でね、それぞれの独特ななんていうの、テクニックも含めて、間の取り方も含めて、そういうのをね、経験して日本に戻ってくると、また海外武者修行の成果がと
いうのがあったりね、なんかやっぱりね、外に出ることが大事だなっていうのは思いますよね。外に出るって日本国内の話じゃなくて、ね、いろんな世界にはいろんなスタイルがあるので、プロレスって言ったらね、アメリカ、日本、メキシコなのかなってすごいありますね。なんか昔で言ったらイギリスなんですけど、イギリスってなんかな、今あんまりね、ね、キャッチレスリングそこまで見る機会ないなって思うんですけどね。技術だと面白い。この間の川崎大会の神楽の動きはルチャというよりもどっちかといったらね、なんかね、なんだっけ、すごい、ジョニー・セイントみたいなね動きだったりするんです。それはルチャじゃないんじゃないかと。でもルチャでもああいう動きする人いるなと。なかなか面白い引き出しを神楽がね持ち出してきてましたけれど、ね、いろんなファイトスタイルはね面白いなと思いますね。海外行きたいな。なかなか海外に行く機会ないからね、なんかのきっかけで行きたいなとは思いますね。メキシコ行きたいな、やっぱ。もうスペイン語全然出てこない。もうアレブリヘとはもう Google 翻訳で会話できるぐらいですからね。もうダメだ、全然言葉、ちゃんと言葉を覚えようとね、ちょうどダークフレームさんがね、日本語もっと勉強する必要がありますかって書いてあるんですけど、大事ですよね。英語、スペイン語、ちゃんとコミュニケーション取れるぐらいまではしとかないとね、今もうスマホ頼りに、スマホ頼みになってしまってますからね。ね、いい便利な世の中ですが、そうとも言ってられないあれかもしれない。っていう感じですが、シークレットベースの次回大会にはアレブリヘの他にですね、自分は初見、ね、ビッグキーガンも参戦します。もう自分の中では本当何の情報もない選手なんですがね、OSW で宇宙さんが会っているというまさかの宇宙さんつながりのね、ビッグキーガン。でもね、ランズエンドさんとかにもね、日本だと国内で上がってたりするみたいなので、何度目かの来日なのかな。で、今回シークレットベースにね、シークレットベースでシークレットベースのリングに上がりたいんだっていうね、熱いメッセージがね、届きまして、今回参戦になったわけなんですが、気になるビッグキーガン、ビッグキーガン気になります。なので、神戸リングソウルのね、リングにビッグキーガン、でかいのかな、名前からしてでかいでしょうね。後ろ髪が気になるビッグキーガンってね、後ろ髪ザ・プロレスラーですね。ここ近年いなくなったタイプの90年代のインディーシーンによく、よくいたね、この後ろ髪が気になるタイプの外国人選手、この口ひげも気になるんですよね、ビッグキーガン。オーストラリアかな、オーストラリアの選手だそうですね。気になる OSW の、ドトールマットプロレスに参戦してたと、宇宙さんからすごい情報を聞きました。マットプロレスに参戦してたのと、すごいなとフットワーク軽すぎるだろうっていうような、ね、選手、ちょっとね気になります、気になる選手。あとはまた別でね、イホデルアレブリヘも今回参戦しますので、すごいね、豪華メンバーでございます。豪華メンバーだからこそ、対戦カードがね、発表できるようでできなかったりしたいようでできないかもしれなかったり、いろいろあるんでね、お待ちいただければと思います。ミドって片付けミドいますけどね、現時点では11月16日のね、神戸リングソウル大会にはダイナミドはね、出ません。現時点では決まっておりません。ただね、試合を組め、神戸呼んでくれよって、下手に出たかと思ったら呼べよ、試合組めと
タイトル挑戦しろ、挑戦しろってどういうことだ、俺だよ思ってんのは、挑戦させてくれとか、ね、もういろいろ言葉がおかしいですね。ミッド310ダイナマイトテルミは出ますよね。ダイナマイトテルミはシークレットベースできんです、うんね、ダイナマイトテルミってもうね、そんなふざけた人間はリングに上げないんで。御堂さんがどんなパートナーを連れてくる。もうね、根本的に、同じタッグ王者であるね、パートナーの山下金吾がいないので、山下金吾は関西 2days 出れないので、何回も言ってるの、何回も説明してるんですけどね、金吾が行けたら全然挑戦受けるよって俺言っちゃってるからね。俺と金吾でベルト取ったら挑戦受けてやるよって言っちゃってるから、あれなんだけど、金吾いないからタイトルできないよって言ってるのに、パートナー連れてくからって知らねえよって。ねえ、もう何をお前は一人で言ってるんだっていう状態です。できんのが、ダイナマイトテルミはできんです。ね、そんなレスラーいないんだよ。ね、そんな舐めた考えでね、リングに上がってくるようなね、レスラーはいらないんだよ。絶対ね、本人の意思でやったとは思われないダイナマイトテルミさんかもしれないけれど。ね、できんなんで、かわいいのに。あら、なかなか今池俊太さんもね、なかなかね、なかなかいいご趣味をお持ちで。まさか山下金吾を連れてくるとか、もう山下金吾を連れてきたら、もうタッグ戦がどうのとか、もう根本的に変わってきますよね、もう。もうそしたらもういろいろね、カオスすぎる状況になりそうです。宿命には信子もいます。もうほんとね、良くないんです。なんかね、なんかそれで一回出ちゃったからね、次の年もそれでハロウィン出ればいい、なんなら3回目のね、3年目ももうハロウィンでこれでいいんだって思って出てくるところがもうね、もう良くない。良くない。ただ今回に関しては、黒田さんにね、ウィッグを、黒田さんがウィッグをかぶった写真が残ったことが良かったなって、あの攻撃力だけが強かったかなって思っている感じです。そんな中、今日ね配信したんですけれども、ダイナマイトテルミの、いや、ガバヨさんは気になる。なぜならガバヨさんはだってガバヨさんしかいないでしょ。ダイナマイトテルミとノブコってね、その格好する必要ないんだもん。ガバヨさんっていう人は多分ガバヨさんだけでしょ。だから気になる。山下金吾連れてきたぞ、タイトルマッチ組め、お前のパートナーは誰だ。あ、用意してなかった。もうね、このやり取りをリング上でやる時間がもうね、ほんと無駄な時間になりますよね。もう御堂できんです。言いそうってね、言いそうですけど、それね、それ喜ぶのね、御堂知ってる人しかいないですからね。レスラーズ数人とね、御堂のこと知ってる人ぐらいしか反応しないですからね。ね、初めて見に来ましたっていうね、一元さんというかね、そういう人たちをね、置いてけぼりにする、あのインディーのね、一番良くないところだと思います。だからもう御堂はね、ほんとね、ちゃんと考えた方がいいんですよ。ね、もうね、YouTube、まあ、シークレットベースの YouTube だけどね、清水って言えばいいって思っているところが、もうハロウィンは信子になればいいと思っている加瀬田と同じ発想。もうほんと良くない。その時テーマ曲が流れ、あの男が気になる、誰が来ちゃうんだろう。もうね、カオス
カオスです。ね、さあそれでねお客さんが入ってくれたらいいんですけれど、御堂が誰か連れてくるって言ってね、何もチケットに影響なかったら本当意味がない。ね、興行というのはねそういうのを考えないといけないですよね。難しいことなんです。だから御堂がね好き勝手なことを言ったところでね、ね、それでチケットが動くんだったら考えるけど、動かないんだったら何を言ってやがるんだって話なんですよ。大阪の夢と希望なのにって、ね、ね、残念。大阪の人に謝った方がいいと思う。御堂さんがチケット売ってくれますよ。多分御堂がチケット売った試しはないんです。試しはないんです。別にチケット売るからどうのとかね、売らないからどうのっていうことは俺はあんまり言わないけれどね、だからみんながね、御堂さんが頑張るって、御堂さんがチケット売ってるんじゃないんですかとか言うのがねイライラする。ね、大変ですよ、大変です。12月見に行けるように頑張る。あ、ともさんぜひぜひよろしくお願いします。ともさんお待ちしております。ありがとうございます。テーマ曲とっとこハム太郎、なんとまさかまさか御堂が連れてくるパートナーを、しかもとっとこハム太郎の方ですね。気になる。あ、なんとそしたらそれでね、嬉しいやらもうめんどくさいこと始まったってなるからね、複雑な心境になりそうですね。パワーホールが流れるリングソウルに現れる千秋力さんが突然現れてもね、ね、もうずいぶん前にね、引退はしてないんでしたっけ、ね、もうずいぶん前にねさらりと挨拶を交わしたことしかないので、唐突にねシークレットベースの興行に現れてもね、もう冷静なリアクションしかできないですね。あれなんで来ちゃったのっていうふうに、なんで御堂に連れてこられちゃったんですかって言うぐらいしかないですからね。ね、完全にそれは興行を壊しに来てますよね。ね、もう本当御堂大問題に発展しますね。ねえ、びっくりした。唐突すぎてびっくりした。そしたら。なかなかね難しいもんですよ、難しいもんです。どうもお久しぶりです。いや、そういう挨拶になるでしょうね。あ、ご無沙汰してます。どうしちゃったんですかって、御堂とどうしちゃったんですかってね、全然リング上の会話ではないことをやってしまいますね。そんなね中身のない、ご無沙汰してます。イデアさんご無沙汰してます。イデアさんなんかね、イデアさんと全然ねお話できてないなと思って、俺は今疲労ね疲れ切ってしまっております。疲れ切っておりますね。とりあえずどうにか来週のね関西 2days をどうにかしないとなって感じでございます。さあ、中身のないことを言ってしまってもう30分経ってしまっておりますが、もうねイデアさんがそろそろ小動物のお世話をする時間だと思いますので、もうね本当対戦カード1試合も発表できなかったんで、今日配信する必要ないかなと思ったんですが、せっかくなんでねやらせていただいたあれなんですが、ポンズさんも皆さんいた、ありがとうございます。ね、なので、またね明日やったところで明日も何も発表できないかもしれませんが、本日はねおとなしく、ああいろいろありがとうございます皆さん、おとなしくね寝ようと思います。では皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。本当中身のない配信をしてしまいました。皆さんまた明日も元気で会えるのを楽しみにしております。では秋葉勝利が、きっとポコチャをやってくれると信じて終えたいと思います。すいません、今夜も皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。